あ、これか、あ、これだ。うわ、かっこよくない、ちょっとあれ。かっこよくない。めちゃめちゃ。かっこいい、かっこいい。純粋でございます。はい。朝締めです。朝、締めてもらって、なんとなくその古いのシャキシャキした食感と純粋な純粋のそのなんかこう柔らかい食感ちょっと合わせてで土佐酢ですね。あのジュレにしてるわけではないんです。はい。もともとそういう、はい、食感です。マコカレーから。はい。おいしい。食感がいいね。シャキシャキして、ほごみですね。はい。まあ、ほろ苦さもありますしね。これめっちゃうまくない？美味しいっすね。これ美味しいっすね。めっちゃうまいっすね。いや、これ絶対うまいよ。絶対うまいよ。うん。入ってすぐ。うまい。給食で欲しい。昨日の夜とかそわそわしてたもん。そう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 。いやね、これはね慣れないね。何軒も行っても。素晴らしくない飯屋行くの楽しみってさ。桜エビ、ちょっと、そうですね、香ばしく、これ生のままただ入れて蒸しても全然美味しくなくてですね、やっぱり香りを出さないとダメなんですよね。はい、こちらからあん肝、こちらがシャク、こちらがホタルイカの味噌漬けでございます。133件のついておりますので、そのままそのまま、はい、飲んでください。結構綺麗に下処理してるだけなんですよね。あの、はい、その、はい、普通のものよりも結構寄り抜いてもらってるので、あん肝自体売ってる中がわざわざそこに行って、あんこ屋に行って、あんこの一緒にこう手伝いながらいい色だけをもらう。あんこ屋さんのあん肝1万2000円とか、僕がそれを寄ってもらって買うと、それが倍ぐらいだったら絵みたいな。そんなことするじゃん。ね、これはありえないよね。繰り返しだね。
すげえ赤乗ってて、うまいわ。そうなんだ。いきなり小肌って珍しいですね。そうですね、はい、なんかずっとマグロの後っていうイメージなんですけど、そうですね、この間過ぎたはずっと小肌なんです。ああ、最初です、はい、過ぎたは、あの今日は寿司の4番は小肌だと思ってるんです、はい、ああ、まあ、一番最初にその4番を持ってるんです。また美味しそう。すごいな。そうですね、大きさ結構112キロあるんですけどね。
金目ホテルとか向こうに行くと煮つけるよ、はい、煮つけると多分油はあるので、油あるけど水っぽいので、どうしてもお寿司に、まあ、握った時に味がぼやけるんですよね、水分があると。でも銚子とか勝浦の金目は、まあ、これがそうなんですよ、もう金目が細かいので、あまり 水分量が多分少ないですよね。静岡とかの、まあ、金目よりもちょっと調子は深いところにいるらしいです。だから油の乗りもやっぱりちょっと違います、もう包丁入れた時に違います。切ると水分が出るか、それかもちっとしてるか、スッと入るんですね。そんな感じですよ、すぐ分かると思います。あの調子が8000から1万円、まあ、1万超えるときもあります。静岡はだいたい4、5ぐらいから6000程度で買えます。あのマグロでいう大間、大間っていうのはあの大間じゃなくても他で取れても冬の時期で美味しいところあるとは思います。そういうのあるんですが、金目に関しては調子が勝浦以外でしたら僕は使わない。なければ仲買いも進めてこないですし。綺麗だね。Thank you.
Because films.